皆さんこんにちは、山口先生です。もう新宿フェス大会がですね、もうあさってですね、今日は火曜日なんで、あさってに迫ってまいりました。でですね、今回は女子王座戦が名イベント、そしてセミファイナルが、小玉雄介対土井浩二、そして田尻や明がですね、それより下にいるっていうですね、ちょっと実験的な大会になってしまいました。でそんなわけでですね、今回も、いつものようにこの見どころをこの私山口先生が解説したいと思います。じゃあ皆さん、WNC のこのホームページで、ここの右端にですね、新宿大会という項目がございます。でこれを押すと出てきた、ほら対戦カードが出てきます。ですね、まあおそらくこれが第一試合だろうなっていう、紀藤拓也、黒潮二郎、大輔対陽平、篠瀬三俊、ヤンキーライオンです。大輔がですね、WNC の、まあ、本戦、ちょっと生意気な言い方をさせてもらいますけれども、フューチャーではなく本戦に初出場、しかも東京の、あ、前回春日部の本戦出てるわ、ごめんなさい、東京新宿フェス大会にいよいよ出てきました。非常にですね、こう関係者の間でも評価が高いです。ちょっと生意気な言い方をさせていただきますけれども、まあ、素晴らしい選手です。で、この相手がですね、今回は、まあ、エルボーが得意な篠瀬、大輔とのエルボー合戦みたいですね。で、陽平、これ初対決でしょうね、きっと。あとヤンキーライオン、ライオンの蹴り対大輔のエルボーなんて考えただけで鳥肌が立ってきますけれども、で、まあそういうこの第一試合なんですけれども、もうそろそろですね、この黒潮とか、あと一応デーブ・フィンレイ杯優勝してる篠瀬、あとライオンもですね、もうちょっと土井なんかがこう自己主張をもうかなり始めてますんで、まあこの中から誰が抜きに出てくるかなっていう、まあただの第一試合なんですけれども、6人タッグのね、若手同士によるだけで、ちょっとね、今後ちょっとあれですよ、この中から誰が抜きに出るかっていう、結構もう本当大事に見てほしいんだよな、というか僕もね、大事に見たいと思います、この試合は。誰がどれぐらい考えてこの試合に臨んできたかっていうのがね、結構明白になると思うんだよな。あ、先月と同じだなっていう人もいるかもしれないし、先月とだいぶ変わったなっていう人がいるかもしれない。まあ第一試合というのはそういうものも見どころの一つであります。で、第二試合かどうか分かんないよ。で、村瀬対高橋です。この2人ですね、いつだったかな、フェイスのダブルヘッダー、いつだったっけ、あれ3月か、あの時に初めて多分シングルマッチやってて、まあしょっぱかったんですよ。でも俺めちゃくちゃ怒ったんですよ、楽屋で。でその後八王子でもう一回やってもらいました。だから素晴らしかったです。まあ75点ぐらいの生気な言い方ばっかりさっきから俺してますけど、で今回はですね、もうあれからさらに2ヶ月経ってこの2人がどれだけ成長してるのか。もう村瀬はですね、岐阜で明だと、まあすごい試合しました。で、なんていうか、前まで小島選手の真似みたいなことばっかりやってたんですけれども、そうじゃなくて、あ、俺はエルボーよりもチョップの方が素晴らしい持ち味なんだなってことに本人がね、本当に気づいてるんですよ、最近。そしてもうヘッドロック、俺がヘッドロック締めればちっこいやつら逃げられないんだなってことがよく分かってきてると思うんですよ。で、対して高橋はですね、まあ、第4プレスの方でですね、どんどんデスマッチやって、で、しかもこの業界に入ったきっかけっていうか、まあ、関本選手と、あと葛西潤選手なんですって、戦いたかったのが。で、葛西選手ともうデスマッチで戦ったりとかですね、どんどん夢を叶えちゃってるの。だからこの2人もう今はね、ちょっと最後にやった2ヶ月前とだいぶ状況が違うから、もう100点満点のね、まあ、どっちが勝ったっていいんだよ、こんなの。すごい試合をしてもらいたいと思います。で、小林加穂対サリーです。サリー選手、僕先月、レイナさんがラゾーナ川崎で試合やった時に見に行ったんですよ、ちょっと。で、そこでサリー選手初めて見まして、まあね、でかかったんですよ、それが。でかかったの、体が。で、そしてもうなんか球の尽きることのないショットガンみたいにボンボンボンってこうドロップキックがすごいわけで、それでストレートの攻撃が全て、飛んだらドロップキック、抱えたらボディースラムで、そして小細工がないんですよ、小細工が。そう、すごいストレートで素直な試合するなと思って、で、ちょっと待ってください、どうぞください。で、まあ、そんなわけで、かほちゃん、まだデビュー、これが3戦目になるのか、すごくね、相手としてそういうストレートな試合する方はいいんじゃないかなと思って、でそれで、ちょっと、ディアナさんの道場にですね、かほちゃん連れて行ったんですよ、この前。でサリー選手にも会いました。で、まあ、井上京子選手も保護者みたいに出てきたんですけど、まあ、それが9月29日僕と戦うことになる、まあ、それは置いといて、で、それがですね、リングのではすごくでかく見えたのに、ちっちゃかったんです。カオちゃんとあんま変わんなかったの。あ、これはすごい選手なんだなってそういう時思うんですよね、プロレスラーってのは。で、年齢聞いたら17歳だって。カオちゃん赤ちゃんだねなんて思ってたら17歳だって。カオちゃんおばさんだよ、もう大変だよ、もうおばさんのお猿さんじゃないんで、まあいや。で、まあ
正直言ってキャリア的にはですね、まあ、サリー選手も2年やってて、もういろんな強い選手とやってるんですよね、京子さんとやったりとか、まあ普通にやってもかなわないと思うんですけど、まあ、カオちゃんはですね、ちょっとあのこれであのもうこのストレートな当たりを食らって、こう小細工のないプロレスラーの俺になってほしいんですよ。まあ、そういう試合をしばらくし続けてほしいんですよね。だからもう最適な相手だと思います。そしてあのなんかその9月29日に井上京子さんとちょっと初めて当たるんですね。僕あの実はね結構ね大学生の時ファンだったの。あのナイアガラドライバーであのジャパングランプリだっけ、あのバイソン木村さんを最後下して優勝した、あの頃からね、わこの子かっこええなーって思ってて一回触れてみたかったんです実は。でそれが9月29日ラゾーナ川崎で僕の誕生日の日です。実現しますんでそっちも皆さん見に来てくださいね。うん、けどあのとにかくこのカホちゃんとサリー注目してくださいね。けどねカホちゃんも幸せだね。デビュー3戦目でこんなね多団体の有名な人と当たれるんだから、あの昔だったらね考えられないよ。そして、西村おさん対矢郷さんです。なんか矢郷義明って言わずに矢郷さんっていうのは僕はね矢郷さんリスペクトしてるからな。それまあ矢郷さんっていうのはね、まあ、自らも大変な変人、鬼人変人であられるとともに、まあ、鬼人変人マニアっていうか、まあ、そういう人が大好きだから年末バラモン兄弟の生態を観察するって言って現れたり、今回はまあ、あの変人のド変人のド変態の西村治をきっとね観察したくなったんでしょう。久しぶりに現れてくれました。で、あの怪文書をあの以前から送り続けた犯人が矢郷さんだったんですね。まあ粋なことをしてくれましたね。でそれであのまた正体が判明した今となっても怪文書を、今1通送ってまだ大会まで2日あるからね、多分ねおそらくもう1通来ると思うんだよな。今夜でも来るんじゃないのもしかしたら。うん、でなんか前回の怪文書ではですね矢郷さんやたら西村のこと褒めてるんですよ。でこのまま行ってもどうなの矢郷さんって、なんかただ普通にストレートに褒めてるだけなんですよ。そんな矢郷さんじゃないと思うんだよな。うん、でとにかくですねあのこの2人はこのコブラツイストが得意っていう共通項がありまして、であの矢郷さんのコブラツイストってのはね、あのとにかく見たことない方はもう、それ矢郷さん最後に出たのは半年以上前だから知らないかもしれないけど、かっこいいんだよ入る前が、あのエッジがスピア入る前みたいな、ああいう体勢になってそれからさーっと入っていくわけ。うん、でとにかくですねあのこれ西村今チャンピオンですから、これもし矢郷さんが勝っちゃったりしたらだいぶねあのこの後変わってくると思うんですよ流れが。だそういう点でも非常に注目したいと思います。とにかくこれほどの変人鬼人変人対決はなかなか見れないと思うんですよ。そして、田尻誠パンテーラ対アキラ首里グランハマダの試合があります。これはですね、大体新宿フェイスって言ったらあのこうなんていうかいろんな前回から流れとかで試合組むことがずっと定番なんですけれども、このカードはですね、まあ、大体田尻、リンバイロン、パンテーラが組むこと多いんですけど、まあ、誠が入ることもよくありまして、あのハウスショーの名イベントの定番カードなんですよ。で、まあ、あのまあ相手のやつらあんま好きじゃないんだけど、まあ外れたことがあんまりないぐらい必ずいい試合、別にそんなことやろうと思ってやってるわけじゃないんだけどね、あの潰そうと思ってやってるけどいい試合になっちゃうんだよなぜか。うん、でそれをね一回新宿フェイスでやってみたかったんです僕。だ結構ね実験なのこれ。いきなりそのなんていうかその田尻とかアキラとかがですねストーリー今までの流れに関係ない試合にポーンって出てきたことってね、おそらく前の団体の時から一回もなかったと思うんですよ。うん、そういうの今回初めてやってみたいと思います。でこれねだから新宿フェイスなんだけれども地方ですごく評価されてるカードだから、なんでかっていうとねやっぱねなんていうかな、そのテレビ撮りとかそういう、あと東京であるとかプレッシャーがなくてみんな伸び伸びやってると思うんですよ。そういうつもりで新宿フェイスってそういう試合を見せてみたい。でそうするとね皆さんもねこれ WNC の地方大会面白いんじゃないかなってきっとね思えてもらえるような、そんな試合をね一回フェイスで締めたかったんですよね。まあうちらは勝つんだけど、うん、そして、セミファイナル、これだけは決まってます。これは決まってます。小玉雄介対土井浩二です。で土井はまあもう今年に入ってからですね、5月か田中将人選手にお前がここ数年戦った若手なんかじゃ最高やって本当に言わせてみたり、もう西村治ともシングルやったし、俺もね、北千住でフューチャーで戦った時はねまあ追い込まれましたね。まあ一番心境著しい若手ですよ。で対する児玉なんですけれども、まあ、こいつはもう単なるですねこのままだと器用貧乏になり下がるなっていう、多分それ自分でも分かってると思うんですよ。でなんか最近ではね寮が汚くて家が臭いなんてことも土井に言われてます。でこの試合が終わった後勝っても負けても僕はあることを宣言しますなんてクソ生意気なこと言ってんですよ。なんだろう、家掃除しますとか言うのがないです。でなんだか分かんないけど、とにかくね児玉みたいなこうなんていうかプロレスはうまいけれども何の自己主張もないやつが何か自己主張を始めたことだけは明らかであると。で、まあ、それが大したことであればいいんだけれども、もし大したことがなかったら児玉雄介はもうここでもう本当に終わるような気がする。うん、で
けどね、やっぱね、勝っても負けてもって言うけど、負けたら言うんじゃねえよって思うんだよな。うん。けどそんな児玉は最近ですね、その宣言をしてから電話にも出ません。僕電話してもね、あいつ出ないやしないし、かかっても来ないです。生意気になってます。うん。いやなんか、今はこんなこと言ってるけれども、もしかしたら本当に本人真剣なのかもね。なんかすごくね。うん。まあ、とにかくそれがあの木曜日新宿フェスで明らかになります。児玉雄介が何をしようとしているのかっていうのがですね、うん、はい。そして名イベントがですね、WNC ウーマンズチャンピオンシップ、王者リンバイロン対挑戦者セリーナです。セリーナ、皆さんセリーナ知ってます？あのね、WWE のディーバだったんです。そして、CM パンクの横についてあのほら坊主になって、それですごく世界的に有名になった。でまあね、プロレスがすごいんですよこの人は。で前の団体でもまあ誰も勝てなかったんだよ、うん、しばらく。で、とにかくね、スピアが一発決まったらもう相手必ず脳震盪起こして倒れちゃうっていう。で、そしてこの人をですね、日本に最初に呼んだのはまあ僕らなんですけれども、もともとね、船木さんの推薦だったんですよ。で、僕はこの子のことあんまりよく知らなかったの。僕が対談、WWE 対談した後に入ってきた子なんで。で、だけど船木さんからある日電話があってですね、田尻、お前んとこ女子プロも使ってるから、すごくアメリカでね、多分一番プロレスうまいと思うんだよ、そういう子がいるんだけど使ってみないって言ってセリーナを推薦してきたんですよ。で、まあ船木さんがそこまで言うんならと思って、僕よく全く試合も見ないまま呼んだんです、実は。そして当日まあ成田空港に来まして、まあね、なんかこんなすごいのが来るのかと思ったんで、けどディーバだからそんなでもないかもしれないけど、ディーバでもほらでかくてこんなのいるじゃないですか。でそういうのが来るのかなと思ったら、なんかね、もうなんかお母さんみたいに優しそうな人がやってきて、なんかもう本当はどうもーみたいな感じなんですよ、英語で言えば。で大丈夫なのかなこれ、なんか本当はその人のお母さんが来ちゃったんじゃないかなって俺思って。でそしてちょっと一緒にその着いた翌日練習もしてみたんですけど、まあ相変わらず優しくてですね、でどう大丈夫かなと思って。そして初戦、日本初戦の相手がね、確か首里だったんですよ、新宿フェスで。でそしたらですね、まあね、入場した瞬間ね、別人が出てきたかと思っちゃったよ、すごいの顔つきが。でそしてこれは後でその大会を撮影してたカメラマンの人から聞いた話なんですけれども、まあしょっぱい選手ってのは入場の時からやっぱしょっぱいんですって。どうやってもかっこよく撮れないんですって。だけどセリーナはもうね、撮りやすくてしょうがなかったんだって。もうね、全て計算して入場をしていたっていうんですよ。それがもうただこう殺気をみなぎらせて入ってきてるように僕は遠くから見た時見えたんだけど、カメラマンにもそうやって見せつけてたんだって。同時にもう全て支配してるわけよ、要は会場を、うん、会場の隅でカーテンの隙間から見てる俺すらも支配してるし、お客さんもやっぱ入ってきたらおーって言ってるわけ。お客さんも支配して、カメラも支配してる、全部支配してるので、僕はね、正直言ってそのお母さんみたいなセリーナを見た時に、あ、これ首里勝っちゃうんじゃないかなと思ってたん。そしたらね、もう試合始まってセリーナが腕を取ってバック回ったその表情がたまたま正面から見えたの。その瞬間ね、あ、これ首里なんか全然勝たないなって、もう一目で分かったね。全部コントロールしてんの、もうなんかそういう顔なの。あね、もう勝った後みたいな顔してたんだよその時。うん。そして案の定ですね、やっぱ首里がスピアに倒れて大の字になって動けなくなりました。うん。でそれからまあほとんどの選手をスピア一発で倒してきましたよ。うん。でそのセリーナがですね、約2年ぶりにこの日本に来日します。そして実はこの休んでた間、なんで休んでたかっていうと、試合でね、ちょっと頭を打っちゃってドクターストップかかってたんですって。でプロレスがもうやりたくてやりたくてしょうがなかったらしいんですよね。で、まあ、その間も連絡を取り続けてました。で、なんかどこだ、アリゾナ州でヨガの先生をやってますとかいう時もあって、なんかいろいろ転々といろんなことやってきた、まあ、言ってみればね、修行してきたんですよきっとセリーナは、あちこちで。で、そしてやっとゴーサインが出て、数ヶ月前に復帰をしたらすぐにまたメールを起こしてきたんですよ。復帰したからあなたの今の団体の女子王座に挑戦させてってメールがね、いきなり来たんですよ。もうなんかね、なんていうかな、怖かった。その文面がなんかもうね、本当にね、日本に来たくて来たくてしょうがなかったみたいな。でそれでまあ来るんですけれども、まあこれはっきり言いますけれども、リンバイロンはですね、まあ勝ち目はないですね、これはね、どう考えても悪いけど、うん。でこの試合名イベントにしたのも、まあまあタイトルマッチっていうのもあるんですけれども、それだけセリーナに敬意を表してるんですよ僕は。本当にプロレスうまいからね、うん。でそして今日が、火曜日です。そして明日水曜日、
西調布 の、 僕ら WNC の道場で、セリーナがですね、僕らよくボクシングの世界チャンピオンなんか日本来たら公開スパーリングやるじゃないですか、あれみたいなことやりたいって言うんですよ。なんかちょっとコンディションを整える意味もあるから、ちょっとマスコミ公開のもとそれをちょっとやりたいみたいな、なんかそれがなんかこうなんでかな、まあお、まあ、それは王者としてもうまだ王者じゃないんだけどなんかもう完全になると僕思っちゃってて、リンには悪いけど、うん、なんかまあそれもそうだよなっていう感じで、明日そういう会見をやります。マスコミさんを呼んで、だから日本に到着したばっかりのセリーナをですね、ちょっと皆さんまたこう写真とかメディアの方で見ることになると思うんですけれども、まあさっきねちょっと電話で話したんですけれども、まあ以前と変わってないというか、以前よりもなんかすごそうな感じがしたな、うん。でそんな感じで全、明日は 1,2,3,4,5,6,7 試合になっております。7試合どうしようか、なんか他にあったっけ。あそうだ、あもう一個言う、はい、あそうだ、そしてですね、皆さんなるべく木曜日早めに来てください。8月29日の大会でちょっとあるカード決まりましたんで、ちょっと僕それ多分オープニングでリング上で発表させていただきます。若手に関するカードなんですけれども、ちょっと結構ね、おお、ちょっとこれ見てえなっていうカードをもうご用意してございますんで、それも発表したいと思いますんで、皆さん、7月25日、夜7時、新宿フェイス、もうすぐです。お待ちいたしております。なんかちょっと今日ですね、バタバタしてて、気が利いた言葉が出なくて、すいません。だからもう、これでもう大当たりってやって終わりにしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。